本指名が全部終わって、はい、育成のドラフトが始まるんですけど、オリックスが一発目やったんです、育成ドラフトの。はい、でそこでいきなり名前呼ばれて、はい、もう飛び上がりました。あ、飛び上がったんですね。結構その支配下あるぞみたいな、スカウトの方からも言われてて、ちょっと頑張ろうと思っててやってたんですけど、2軍の試合の方にも全然出れなかったんですよ。なんでなんやろみたいな。シーズンとは違う練習試合みたいなの、社会人とやったりとか、独立やったりとか、そういうには出してくれるんですけど、そこでどんだけ結果を出そうが、シーズンの試合には出れなくて。そりゃそうやろうなって思いますけど、あまりにも出れなさすぎて、でももういいかなと思ってましたね。多分未練もあったんでしょうね、どっかで。やっぱり結局野球に対して、まあ、僕がちっちゃい時ってさっきのプロはそういうもんや、雲の上の存在と思いすぎてて、はい、プロは目指すためになんかやってたわけじゃなかったんですよ、はい、それってすごいもったいないなと思って。うん、いや、もっと早い段階から、もっと早い段階からプロを目指せる、はい、向けた準備という、そうです、そうしておけばもっと変わってたんじゃないかっていう思いから教える立場になりたいと思ったんですよ。なるほどですね、はい、そしたらじゃあよろしくお願いします。お願いします。そうです、今回、はい、あのインスタの DM の方であのご依頼ちょっとさせていただいて、はい、あのご協力ありがとうございます。今は、ボーイズの監督を。そうです。はい、されてるというところで、何ボーイズになるんですか？アシアボーイズっていう。アシアボーイズ。はい。やってます。作られて今何年目になるんですか？今ちょうど1年終わってです。今2年目の。2年目突入っていう感じですか。はい、どうですか？ 1 年間やってきて。中学校のクラブチームの指導者っていうのは初めてですか？初めてです。どうですか？やってみて。いやー、やっぱ難しいですね。どういった部分が。だからまあ、まだ言っても子供なんで、はい、その言葉の使い方とか伝え方、はい、一つでちょっとこう全然違う解釈されたりするんで、伝え方がやっぱ難しいです、ね、あ、なるほどですね、はい、そこはじゃあこれからどんどん勉強していかないとっていう感じですよ ね、はい、で、あとはスクールの方も。そうですね、スクールもやってます。野球の、まあ、対象は小学でも小中高、小中がまあメインですかね。小中メインで、はい、で実際どうですか、のそちらの方は何年ぐらい、もう一週ぐらいですか。自分でやりだしてからは4年目ぐらいですかね。4年目ぐらい、はい、なるほど。じゃあちょっとその辺も含めてですね、はい、まあプロの世界にも経験されているということなんで、はい、いろいろこう人野球人生ですね、はい、伺えたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、東さんはご出身はどちらになるんですか？出身は滋賀県出身です。滋賀県のどちらですか？の近江八幡市っていう。近江八幡市ところなんですけど、はい、でどういう家庭に生まれるんですか？どういう家庭、はい、まあ、どういう家庭、はい、普通の、まあ、普通の家ご両親いて。そうですね、ご兄弟もいらっしゃるんですか？兄弟3人いて、はい、僕が一番下です。あ、一番下、結構です。上はお兄ちゃん。兄が2人、はい。あ、兄も全員野球やってて。なるほど、はい。お父さんとかも野球やってるんですか？やってたんですかね、草野球とかやってましたけど。あーはーはーはー。本格的にやったかどうかは高校とかは知らないです。なるほどなるほど、はい、じゃあそのお兄ちゃんの影響で野球始めるっていう、はい、何歳ぐらい離れてるんですか？一番上が今多分6つぐらい上離れてるんですかね。じゃあ結構上で、はい、その一番上の兄と今アシアボーイズの兄が代表で、僕が監督で一緒にやってます。そうなんですね。じゃあご兄弟で運営してるっていう感じですか？はい、じゃあどうなんですか、その少年野球とかやるのもやっぱお兄ちゃんの試合に続いていってたっていうところが。そうですね、真ん中、まあ、一番上はもう小学校も離れてたんで、はい、真ん中の方の野球にはよく行って。ああ行ってて、で真ん中と4歳差なんですけど、はい、僕が2年生の時からもう一緒に試合出て、兄の。あ、そうなんですか。え、じゃあ2年生から試合、チームに入るんですか？一番入ったのは1年生から。もう入学と同時に入ってる感じですか？はいはい、
じゃあ2年生で試合出るって どんな感じですか相当。いやもうついていくのに必死です。あ、そうなんですか。え、人数は結構そこそこいたって感じですか。そこそこ、まあその兄の代が6年生の時はその代は少なくて、はい、で5年4年3年生とかは結構いたんですけど、はい、そんな上手い子がいなかったのか、かあずさんが上手かったのか。そうですね、まあ、なんかすばしこかったのか。あ、結構運動神経というか、やっぱ運動はできる方、まあ、いい方とは言われてましたね。こ、体格はどうですか。結構体格はめちゃくちゃちっちゃかった。あ、ちっちゃかったんですか、はい、今結構大きいですよね。今はもう大きいですけど、高校2年生ぐらい前も多分その年代でも一番ちっちゃいぐらいです。そうなんですね、はい、じゃあ全然どっちかというとパワーはないけど。そうですね、まあ、ちょっと瞬発っていうか機敏性はあるっていう感じですか。そうですね。でどうですか、その、まあ、上の学年出てて、はい、でそのなんでしょう、し、れん、まあ、言ったらお兄ちゃんたちでまだまだやっぱレベルの差あるじゃないですか、はいはいはい、練習とかって結構家でする方タイプですか。まあそうですね、一応ガレージみたいなところで前練習はしてましたね。そのお兄ちゃんにくっついて。そうですね。どんな練習してたんですか。普通にティー打ったりとか、はい、とキャッチボールしたりとか、はいはい、キャッチボールしたりとかですかね。まあ、うち田舎だったんで、あ、そうなんですね。なんか壁当てしたりとか。はい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 、はい、ですね。多分しょっちゅうしてましたね、暗くなるまで。まああれですよね、学校終わったら。そうですね、遊びが。で学校終わってからも学校がで野球できるんで。はいはいはい。平日練習みたい、平日練習ではないですけど、まあ、みんな集まって。そうですね。じゃあ練習自体は土日ですか、チームの。そうですね、練習自体は。どうですか、お父さんとかって結構厳しかったりするんですか。あ、もうそう、自分の親父がコーチもやってて、少年野球。あ、なるほど。もうカチンと。なるほどなるほど、そういう時代ですよね。はい、どうですか、結構家ではやっぱり野球の話するんですか。やっぱコーチやったら、そのあの試合はこうだああだみたいな。そうですね、途中まではそんな感じです。途中までは、はい、それはどうですか、やっぱり嫌やったって感じですか。いや僕は全然。あ、そうなんですか。もう舐めてたんで。もうあんまり、じゃあ右から左に流しながら、しばかれそうになったら避けたりして、舐めてましたね。じゃああれですか、結構やんちゃな方なんですか。めちゃくちゃやんちゃでした。朝の小学校。はい。なるほど。じゃああれなんですね、なんかまあガキ大将じゃないですけど。そうですね、そんな感じだったと思います。なるほどなるほど。はい。でどうですか、こう野球の、少年野球はそのどれぐらいなんか実績というか、チームのレベル感でいくと。全然そんな県大会入れたぐらいしか少年野球は。あ、そうなんですね。はい。なかったですね、そんなに。当時はどうですか、そのプロ野球選手とかってなりたいなっていう夢とかはあったんですか。全然なかったです。あ、もう夢の存在というか、ボール上の存在じゃないですけど。一応見てるんは見てるんですか、プロ野球とか。ね、野球見るのあんま好きじゃなくて、そもそもサッカー部入りたかったんですよ。あ、そうなんですね。ちょうど J リーグから、はいはい、まあまあなんか流行りだしたなって、はいはいはい、サッカー部に入りたいってずっと喧嘩してたんで。お父さんとですか。親父と、はい。で、ただまあ野球やっていう感じですか。そうですね、無理やりやらされて。じゃあどうですか、野球ってあんま楽しくないっていう感じなんですか。そうですね、特に当時はもうさっきも言ってたように、もう殴る、はい、走り込み、はい、当たり前の時だったんで、はい、もうしんどいなってっていう感じですよね。はい。じゃあ逆にどうなんですか、プロ野球選手よりもサッカー選手になりたいなっていう方が強かったりの方が全然強かったです。なるほど。じゃあその、周りの友達はどうですか、野球サッカーでいくと。でも全然サッカーの方が人気でした、もうその時は。あ、人気だったんですか。はい、だからなおさら。そうです、僕の第6年になった時なんかもう同い年5人しかいなかったんで、あの野球のチーム、野球部の方が、はい、サッカー部もう十何人とか。そうなんですね。そうです。でもあれなんですね、まあそのまま中学校も野球やるっていう進路に進むんですよね。はい。それは公式のクラブチームとかですか。そうです。もう真ん中の兄が行ってたクラブチームにまた無理やり。なるほど。入ったって感じです。それなんていうチームですか。滋賀ヤスボーイズ。滋賀ヤスボーイズ。はい。なるほど。じゃあもうまあ半ば強制的に。そうですね。またそこが強烈で強烈で、どんな感じなんですか。
でも殴る蹴るは当たり前のチームなんで、それ何したらこう殴られたりするしてたんですか。まあ単純にミス、ミスエラーとか、エラーとかです。こうやられたりとか、まあ、声が出てなかったりとか、はい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 、ですかね。僕はそんなでもなかったんですけど、周りがすごかったですね。周りがされてるって感じですか、はい、なんで東さんされてないんですか。僕はもうあの周り見てこれしたら殴られんじゃないですか。ああ、なるほど。まあ末っ子特有の、そうですね、あのあれですよ、能力ですよ。2、3回ぐらいしか3年間多分ないんじゃないですかね。あ、そうなんですか、はい。じゃあ、まあ、中1の時はでもお兄さんもう卒業されて、もう卒業してます。出ますよね、はい。で実際その小学校の時とかって、あのポジションとかってどんな感じなんですか。ポジション小学校の時はピッチャーとキャッチャー。あ、ピッチャーとキャッチャー。まあ、内野手、内野手全般。あ、全般。やってました、ね。基本ピッチャーとキャッチャーですね。結構、どうですか、まだその時はでも、あれですよね、体格自体はそんなに。そうですね、ちっちゃかったです。ちっちゃいし、そんな球速いボールを投げれるっていうわけでもないですか。そうですね、まあでも、チームが先めて少なかったんで、はい、その中ではまあ一番速かったっていう。ああ、そう、で、じゃあまあ自動的にもピッチャーやれ、みたいな。そんな感じです。感じですね、はい。そしたらじゃあその中学校もピッチャーで行くんですか。中学校はもうそこ結構強豪っていうか高校で、あ、そのチームが、ね、もう結構人もいたんで、はい、まあ、内野手ですかね。なるほどなるほど。サードメインにやってましたね。どれぐらい人数いるんですか、同期で行くと。同期最初20人ぐらいおったんですけど、はい、半分ぐらいやめて、しばかれるから最終的には10人ですけど。あ、そうなんですね。結構じゃあその有名校というか高校も結構進路はいいというか。そうですね、結構ありましたね。結構まあ本気で野球やりたいっていう子たちが集まる、はい、そうです。なるほど。で実際でもその中1入ってもまあ半ば強制的にまあ入れられて、はい、野球自体はそんなまだ楽しくないですか。いや、野球自体はあのもちろんやってる時が楽しかった、楽しかった。あ、楽しかったんだ。最初の入り。なるほど。最初サッカーやりたかったっていう感じ。じゃあもうその時にはもうサッカーやりたいなはないですか。あ、もうないですね。もう野球で やりたいなっていう、はい、入ってすぐは。その小学校が結構楽しかったんで。あ、そうなんですか。親父だけ厳しかったなるほど。もう別にそんなきついこともなかったんですけど。結構じゃあ結果も出るから楽しいみたいな感じ。そうですね。なるほど。でも中学校はもう野球やる気満々で。あ、満々で、はい、練習もじゃあそれやり結構 身が入るというか、自分の中で結構したなっていう感覚あんまないですか。あんまないですね。多分他の人よりはやってたと思うんですけど、はい、自分でもっとできたなっていう。ああ、そうなんですね、はい。実際なんかそのやっぱ聞いてるとやっぱしばかれるとかあるじゃないですか、はい、でもその時点で野球やっぱ嫌い、面白くなくなるっていう人がこうやって取材してても、はいはいはい、結構多くて、そういう感覚もないんですか。だからもう僕もさっき末っ子って言ってたじゃないですか、はい、だからそのしばかれる方にも理由があるじゃないけどなんでそんなことするのみたいな、はい、感じも結構あるんで。なるほどなるほど。全然そこはそんなあんま思わなかった。あ、思わなかった、はい、楽しくなくなるとか嫌やとか、はいはいはい、自分で悪いことしたなって感じです。ああ、そうなんですね、はい。結構そう、どうですか、学校とかでも、まあ、やんちゃ、まだ中学校も引き続きやんちゃなんですか。引き続きやんちゃですねなるほど、はい、結構やんちゃなグループとかもこうつるんでたり。そうですね、しましたね。なるほど。でまあちょっと悪さしたらしばかれるっていう。そうですね、まあ、その前に家庭が結構ちょっと、もうちょっとあれ使えるか分かんないですけど、はい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 、借金とかがあって親父の。ああ、そうなんですか。5年から自衛かなんかやってる。そうです、自衛やってて。何やってるんですか。検査なんかコピー機とかほうほうそういうの売ってたりしてたんですかね。ほうほうほう。僕もちっちゃかったアホだったんで、はい、何やってたかよく分からんんですけど、はい、なんかそういうコピー機とかそういうのを売ってて、でまあ失敗して、はい、結構傾いたんですよ。あ、そうなんですね。そうです。なるほど。で、いとこの家に結構ずっと住んでて、あ、1年も住んでないかな。それも兄弟全員感じですか。僕だけです。まあ、兄とかも高校行ってたんで。ああ、まあある程度ちょっと独立じゃないですけど。はい、なるほど。
大丈夫だったんですけど、僕はちょっともう危ない、まあ、結構家に借金取りやって、そうなんです、窓ガラスガンガン叩かれるみたいな、家僕一人みたいな、はいはいはい、時があったんで、はい、いとこの家に避難して、それは結構でもどうなんですか、トラウマに残ってなくていいですか。だいぶトラウマになりましたね最初は。そうっすよね、いきなり電話がかかってきて、あの家の電話、家の、はい、一人にいるときに、はい、出たらお父ちゃんいるかみたいな、はい、はい、いないですみたいなこと言ったら、お前の親父何したか分かってるかみたいな、知らん知らんと思って、はい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 、親父が底辺やったらお前みたいな感じで結構脅されて、中学校の時っすよね。それ小学校、小学校の時、小5ですかね。へえ、怖っと思ってそうなんすね。その時はたまたま兄が部屋にいたんですかね、はいはいはい、やばい人から電話かかってきたって、はい、全部鍵閉めて、はい、鍵閉めろっつって、へえ、そんな感じだったっすね。なるほどなるほど、はい、ほんまドラマみたいな話ですよね。そうですね、 めちゃくちゃ怖かったっす。ですよね、はい、でもその中でも野球やってたんすね。やってましたね。すごい、なんかそこだけはやめろってならなかったっすね。ならなかったんすね、はい、なんか逆にそういう環境の中で野球にはでも集中できてたんですか。いや、多分そこはさっき言ったように多分できてなくて、はい、もっとやれたなっていうところなんですね、はい、なるほど。結構そういう例で悩んでた時期というか、はいはいはい、でも結構長かった、中学校の間はずっとそういう感じだったんで、うーん、多分悩んでましたね。なるほどなるほど、はい、でもまあ、次じゃあ高校の進路とかもこう考えるじゃないですか、はい、そんなんはどうなんですか。野球はでもやっ続けたいなみたいなのはあったんですか。あ、もうや続けたいなもありましたね。あったんですか。もあの甲子園行きたいなも思ってました。あったんですね、はい、でどうですか、プロの方は目指してるみたいな。あ、もうそこはまだ全然。あ、もう全然ですか。そこはもうまだまだ、まあ、とりあえずじゃあ、まあ、一つの目標としては甲子園出れたらいいなぐらいの、ね、はい、なんかどこの高校行きたいとかだったんですか。そこの高校行きたいっていうのが特になかったんですけど、とりあえず甲子園出れそうなチームに行きたいっていうのはありました、うんうんうん、なるほどなるほど。どうですか、その中学校時代の実績とかっていうのは、まあ、結構中学校はね、さすがにやっぱこう小学校の運動神経がいいぐらいじゃ通用しないぐらい体がちっちゃかったんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もう最後の3年なんかもうライトで8番ライトで8番はいやったんで、もうランナーいないのにセーフティーバントのサインだった。はい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 、はい、そんな感じの選手だったんで。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあまあ本当になんかその名門校とかっていうのは全然なかったですね。っていう感じなんですね。はい、なるほど。で実際はどうですか、その、まあ、高校に進むってなった時に、はい、なんか他の高校から声をかかるんですか。いや、高校は全然声はなかったですね。チーム自体もその中学校のチーム自体も弱くて、はい、全然勝ち進めなかったんですよ。その東さんの代の時。そうです、僕の代弱く全然勝ち進めなくて、はい、どこもこう見てもらえる場がなく、はい、終わっちゃったんで、はい、なるほどなるほどで、もうそこからどうするんですか。普通に監督の紹介というか知り合い、はい、とか先輩のつながりで、はい、八日市南高校っていう農業高校に、はい、あ、農業高校行くんですけど、でもその時八日市南高校そんな甲子園とかも出たことない高校なんですけど、はい、結構なんかその僕が高校に入る代の選手をこういっぱい取って、はい、あ、力入れるみたいな。いつも10人20人ぐらいなんですけど、1学年僕らの代30何人入って。あ、そうなんですか。そうなんです。それ何があったんですか。その結構なんやろな、なんか野球に力入れていこうみたいな、入れていこうみたいなのがあったかもしれないですね。結構有名な監督さんだったんですか。なんかそうですね、上品先生っていう方なんですけど、
ゼゼ高校って呼ばれます。ゼゼ、はい、はい、わかります。あの滋賀の。そうです。はい、で、早稲田大学まで行って、はい、で、早稲田大学で4番打ってたみたいな。あ、そうなんですね。へ、なるほど。はい、公立高校ですよね、その4。公立です。はい。愛知南高校っていうのは。どうですか、滋賀でいうところの、まあ、中堅ぐらいの感じですか。そうですね、大体ベスト8には残るかなぐらいのシーンです。なるほど。やっぱ当時はやっぱりまだ近江とか。近江ですね。一強みたいな感じですか。そうですね、近江。どこだったかな。そうですね、近江滋賀学園。あ、滋賀学園。まあ、僕らの代、僕らが3年の代は滋賀学園が甲子園出た。出たっていう代なんです、ね。はい。なるほど。じゃあ普通にじゃあ公立高校に通うことに、はい、そうです、なるんですよね。はい。その頃にはちょっとその借金取りとかってもある程度落ち着いてるんですか。そうですね、もうだいぶ落ち着いていましたね。落ち着いて、はい。でもじゃあここからちょっと野球に集中はできるかなっていう、そうですね、感じですか。はい、やっとやっと僕がその妖怪地、近江八幡から妖怪地に引っ越してもして、はい、あ、もう場所自体が、そうです。ああ、なるほどなるほど。そういうのもなくなったんで、なくなってどうですか、実際こう入学して、まあ、公立高校で結構ボーイズ出身とかいるんですか、その30人ぐらい。こう多かったですね、最初は。多かったですか。はい、最初は最初は最初は最終的には同期どれぐらいになるんですか。最終的には10人ですね。あ、10人20人近く辞めましたね。それは何でなんですか、厳しすぎるみたいな。もう厳しすぎましたね、練習が。いや、練習もそうですし、もう先輩からの。ああ、そういうことですね。はい、なるほど。結構じゃあ代々そういう先輩からのご指導が。代々っていうか、多分その1年生に先生が多分力を入れてるっていうのも先輩らが分かってたんでしょうね。あ、なるほど。多分締めとけみたいな。なるほどなるほど、はい。結構じゃああれですか、1年生は有力選手というか実力ある選手結構多かった。めちゃくちゃ多かったと思います。で、試合にも出ていく、もうすぐ試合出たりとかっていう選手もいるんですか。いましたね、何人か数人。もう2年3年の試合出てる人もいましたし。あ、そうなんですか。はい、2年の試合にはもう結構出てる人いましたね。あ、そうですか。はい、その先輩からのご指導をいただくのもあれですか、あの東さんはかいくぐるんですか。もうかいくぐってましたね上手っすだいぶそれどうやって、あれなんですか、それは天性のものですか、なんかこう自分の中で、なんかこうやってやっていったらまあまあ避けれるやろみたいな。なんなんですかね、でも自分では分かんないですけど、あんまりやられないですね、自分は。ほんま分かんないです、自分では。結構あれなんですかね、なんか先輩に気に入られるタイプですか、可愛がられるタイプ。いやそういうわけでもないですか。高校の時まではそうだったかもしれないですね。あ、高校の時までは。高校独立、はい、そうですね。まあ、でも好かれる方だと思います。はい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 、はい、こう試合に出ていくのいつぐらいなんですか、高校は。高校は高2ですかね。高2で。高2のいつぐらいですか。夏はもう出てましたし、レギュラーで、レギュラーで、はい、一桁って感じですか。そうですね、一桁、一桁、背番号は一桁ではなかったですけど、はい、まあ、もう3年生の試合にレギュラーっていう感じでサードで、あ、サードで出てましたね。はい、その高校もまあ普通にもうあれですか、内野でやってるって感じですか。そうです、もうずっと内野で。内野で。実際どうですか、練習はきつい。きつかったですね、もう夜中の11時ぐらいまであったんで。そう、学校終わってからですよね。そうです。4時ぐらいに終わって、はい、それ何やってるんですか、11時まで。何や、まあ、まあ、とりあえずアップが1時間、2時間ぐらいあるんですよ。長っ。まあ、あれだったらあれですよね。もう言うて半分トレーニングですよね。そうです。アップっていうよりか。アップじゃないですね。もうダッシュ、100メートルダッシュ100本とか。100本はい。ありましたね。危なと思って。それすごいっすね。そうです。で、まあ普通にノックがあったり、はい、パッチングがあったりして、はい、で、まあ大体練習自体は9時ぐらいに終わるんですけど、はい、そこからブルペンで正座して、ほう先輩のお説教を。ああ、そういうことなんですね。そうです。それって監督は知ってるんですか？
そういう多分知ってると思います。知ってるんすけどっていう感じですね、はい。なるほど。そう、正座して何言われるんですか、その一日の動きが。今日はどうの時に声がちっちゃかったとか、はい、挨拶せんかったとかで、はい、バシンと。あ、それレギュラーの方もやるんですか。やります、やります。なるほど。怖かったっすね。怖いっすね。めちゃくちゃでかいんで、やっぱ1年差ってまあそうですよね。あ、3年生があれなんですね、そういう1年生にしろ。なんかよくあるのが2年生がこれ1年生を、2年生が基本的にはやるんですけど、3年生もいるんで、その場にいるんです。3年生が2年生に指示して2年生が実行する。ああ、なるほど、はい、なるほど。これ実際なんかもうどうなんですかね、そのやられると、まあ、要はそれが嫌でやめていって同級生もいる、はい、わけじゃないですか、はい、その中で残ってらっしゃるじゃないですか、はい、それはなんでなんですか。いや、でも正直もう高校はやめたいと思いましたね、もう暑すぎて。もう野球を、はい、でもまあ、まあでも親ですかね、親がもう絶対にやめささへんというか。ああ、なるほど。そんなもん普通じゃんみたいな。はい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 、そういう感覚なんですね。まあ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 、なるほど。だったんで、母親は、はい、いやもう言ってなかったんですよ、そういうことがあるって。ああ、そういうことですね、はい、それはまあやっぱ心配するんでっていう。はい、知らんくて、はい、で結局それが結構バレるんですよ、高野連というか、高校、あの高校に、高校に、高校に、学校側に。そうです。で、秋やったかな、秋かちょっと春か忘れたんですけど、はい、その結構強くて、はい、近畿大会かなんか出れたんですかね、お予選なんかあったんですけど、それも出場停止になっちゃって、え、暴力事件で。なるほど、はい、もう制裁を受けるわけですね。そうです。それ2年生ですか。あ、1年生の時。あ、1年の時ですか。で、まあ、そのタイミングで辞めようかなと思ったんですけど、はい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 、まあ、辞めれなかったですね。まあ、その、まあ、親が、はい、っていうことですね。そうですね。へ、そのタイミングで多分もう結構みんな辞めてったんですね、他の人。あ、そのタイミングなんですね。はい。それどれぐらい出場、あ、その大会だけ出場停止って感じですか。だったと思います。ああ、そうですね、はい、え、その要はやってきた人たちは残ってるんですか。あ、残ってます。残って、まあ、はい、そっからはやっぱ変わるもんですか。いや、変わんないです。変わんないですか。全然変わんないです。あ、そうなんです、はい。